もちろんあの外国人、まあ、私たちもそうなのかもしれないですけど、外国人旅行者も来るけど、地元のあのおじさんね、はシェイシェイ、ここはまだあ、ほら、ほらファルタどうするの、シェイシェイ、ほら、ほら、シェイシェイ、contando nuestras cositas. バルセロネッタの市場のすぐ横にあるボデガなんですが、普通はあのお昼しかやってないんですけど、週末の、あ、そうか、今日週末か、木金土ね、木金土だけは夕方の6時から営業します。特にね、美味しい料理っていうのは特にはないんですけどなんか雰囲気がね、まあいいのかな。もちろんあの外国人、まあ、私たちもそうなのかもしれないですけど、外国人旅行者も来るけど、地元のあのおじさんね、はあ、シェイシェイ、ここはまだ、あ、ほら、ほら、ファルタどうするの、シェイシェイ、あ、ほら、シェイシェイ、あ、シェイ、あ、ほら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 、おじさんたちは毎月1回ここで、あの友達と会う約束をしているそうです。そうそう、ね、その人たちも来ます。このボンバがこのお店で頼むべき一品です。アリオリソースにちょっとピリ辛のソース、そうなんですか。ちょっと落とした方がいい。でもスペインっぽいというのはスペインっぽいですね。味はどうですか。まあ、アリオリソースで食べるって感じ。タイの味は全然しないです。するする。する？でもアリオリソースの量が半端じゃないから。あまり現金持ってなかったんですね。本当に2000円ぐらいしか持ってなかったん でちょっとあのエビはやっぱり高いんですけど、そこのエビを頼もうと思ってキャッシングできたらエビ頼む言うて今来ました。ちゃんとキャッシングできましたんで、キャッシングじゃないのか、なんかあの普通の銀行のカードなんですけどね。はい、じゃあエビ頼みに行きます。日本でいうところ、まあ、肉味噌、まあ、エビ味噌を食べます。美味しい、まあ、
平日月曜日から金曜は9時から4時半で、週末の土曜日は9時から1時までという昼間の営業なんですが、夕方営業するのは6時から8時15分まで、それは木金だけです。場所は昔港湾労働者が多く住んでいた下町感漂う地区、ただビーチ沿いということもあり、近年特に夏場は観光客であふれかえています。店の作り雰囲気は日本で言うなら昭和30、40年頃の馬製の居酒屋で、倉庫と言ってもいいぐらい。サービスに関しては立ち飲み居酒にしては家族経営のこともあり、割とできている方かと思います。次に料理について、派手さはないものばかりですが、一説にはこの店が発祥と言われるボンバーは試す価値あり。また焼いただけのいわゆる素材料理も鮮度の良いエビやイカを使っていておすすめできます。他の立ち飲み居酒屋同様、雰囲気重視の店に違いはないにしても、割と食べるものがある方です。まとめると、場所が市内地図で見ると一番下に位置します。また特に周りに何があるわけでもないので、観光の途中に使うには不向きです。週末以外は昼で終わってしまうのも、さらに使い勝手を悪くしていて、時間のある人もしくは2度目3度目のバルセロナ旅行の方限定と言えるのかもしれません。ちょいといっぱいのつもりで飲んで、いつの間にやらはしご酒、気がつきゃホームのベンチでゴロ目、これじゃ体にいいわきゃないよ、わかっちゃいるけどやめられねえ、あほれスイスイスイダラッタスラスラスイ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 ラスイダラッタスラスラスイスイスイあスイスイスイダラッタスラスラスイ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 ダラッタスダラッタスイスイ